クラスごとに約200枚の画像を含む37カテゴリのペット画像のデータセットですなんとこちらカテゴリごとにフォルダ分けされておりませんでしたでそのような場合でも同日対応できるようにしていきたいと思っています皆さんこんにちは今にゃですこの動画ではですねいや面倒いわと思った業務を Python でサクッと効率化していきます と言っても難しい話では全くないです正直やらなくてもいい業務ではありますがせっかくなので効率化していくプロセスを皆さんに少しお見せしようと思います10分ほど前へ 画像分類に関する動画を撮影するために必要な画像のデータセットをですね、こちらの Web ページからダウンロードしてきました。具体的にはクラスごとに約200枚の画像を含む37カテゴリーのペット画像のデータセットです。こちらをダウンロードして気づいたのですが、なんと、こちら。カテゴリーごとにフォルダ分けされておりませんでした。 一つのイメージ図というフォルダの中に、この約3700枚、7000枚ぐらいですかね、の画像が入っていたわけなんですよ。私はですね、このピットブルと書いてありますが、アメリカンピットブルなんとかっていう、このカテゴリーごとにですね、ちゃんとフォルダを分けされていると思ってたんですよね。で、これをですね、まあどうしようかなと思ったんですけど、よく見てみたらですね、こちらファイル名にしっかりとカテゴリーが書いてあるんですよね、カテゴリー名が。なのでこれをうまく活かしてフォルダ分けをサクッと行っていけるんじゃないかと思い、撮影し始めました。 おそらくですね、10分ほどで完成すると思います。まあ正直37カテゴリーなんて手作業で分類してもすぐ終わると思いますが、これが100カテゴリー、1000カテゴリーとなったらさすがに億劫ですよねで。そのような場合でも同日対応できるようにしていきたいと思っています。まあ今回のようにですね、ああ、こんな時にプログラミングできたらな。 もっと技術があればなと思う瞬間をぜひ視聴者の皆さんで一緒に共有できればと思うのでプログラミングできたらよかったなあるあるをコメントに記載しながら私の動画をサクッとご覧いただければと思いますそれでは早速やっていきたいと思いますまずはですねこちらの ジュピターノートブックですね。Python を実装する環境を開きますで。今回ですね、説明はある程度割愛しつつ進めていきたいと思います。では行きましょう。こちらのフォルダの中に Images というのがあって、ここにずらーっとファイルが入っているような感じです。まずはこのフォルダ内の画像を撮っていきたいと思います。では行きましょう。インポート OS はい、こちらを読み込んで OS 操作をしていきます。で、os.listdir でですね、ちなみに私これ鑑定見ずにやっているので、間違えたらエラーすること全然あり得ますし、調べながらやっていくつもりなので、わからなくなったら遠慮なくググりますので、そのググる過程もですね、見ていただけたらと思います。で、まずですね、ここのイメージ図で、 えここでですね、やってあげると os.list, ディレクトリの中身をリスト化しましょうと、表示しましょうという意味ですが、はい、このように、この images というですね、ディレクトリの中身をリストにしました。はい。で、これをですね、ファイルがたくさん入っているリストなので、files としておきましょう。はい。で、そうしたら、ここの、 レンファイルズとしてあげると、はい、7393枚の画像、まあファイルがあることを確認できました。で、先ほど見てもらったらわかると思うんですけれども、 このようにですね、順番バラバラです。順番バラバラなのが嫌だよという場合はですね、ここのリストに対して相当をかけてあげると、えー、これ何も起こってないように見えますが、ファイルズが実はこのように相当されています。ただ相当かかっているんですけれども、この1の次に2とかじゃなくて10、100っていうふうに1ほにゃらら2ほにゃららみたいな形になっているので、まあ、正確にはちょっと相当ができきっていないっていうのは正直あります。で、まあこの相当別にないくてもいいよという方はですね、もう一回上から読み込んでいただけたら、えー、先ほどのこのようなランド な形になるかなと思いますまあ、正直この形でも全く問題ないですなのでこちらをベースに進めていければと思いますでは行きましょう次ですこのですねファイルズ複数のファイルを一気に扱うのは大変なのでまず一つのファイルを取っていきましょうで一つのファイルを取ってきたらファイルという変数に入れていきましょう 今回で言うと、エジプチャンマウですかね。えー、よくわかない。エジプチャン、エジプトマウっていう犬種なんですかね。えー、動物のカテゴリーだと思うんですけれども、私はよくわかりませんが、カテゴリーがあって番号が書いてありますと。 で今回重要なところとしてですね、どうやってカテゴリー分けするかというところなんですけれども、基本的な法則としてファイル名の付け方がですね、ちゃんとルールに沿ってますと。まあ、後ろの拡張書は当たり前なんですけれども、この前の部分にですね、このようにカテゴリー名が書いてあって、その後ろにファイルの番号ですかね、1枚目、2枚目とかっていう風に書いてあるわけなんですね。なので、この部分をうまく取ってくることができたら、カテゴリーの名前を取ってくることができます。 で、この部分は一応番号の部分なので、取ってきても取ってこなくてもいいんですけれども、基本的に欲しい情報は、ここを見ればカテゴリーがわかるわけです。なので、ひとまずこの部分をどうやって抽出するかっていうのを考えましょう、はい。いろいろと方法あるんですけれども、私はですね、部分的に取ってきたい場合とかには、よくスプリットとかをします。え、文字列に対してスプリットっていうものを使用してあげると、この中の今から指定する文字列で、文字列を分割することができますで。どこで区切ればいいかというと、このアンダーバーっていうところが、まあ、ヒントになるかなと思うので、 アンダーバーにしましまょうそうするとこのようにエジプタンマウ、えー、っていう形に分かれましたと。で、重要なところってどこかというとカテゴリーの部分を取り出したいのでこの前2つですよね。この部分です。で、後ろいらないですよね。ってことは後ろ以外を取っていきたいんですよ。 で、後ろ以外を取ってくるってどうやるかというと、まあ、これリストの扱い方なんですけれども、コロンマイナス1としてあげると、後ろより1個前の部分ですね。後ろから1個前の部分。つまり、後ろ以外の部分を取ってくることができます。で、これでですね、必要なカテゴリーの部分を取ってくることができたんですけれども、これはそれぞれのカテゴリーというよりも、これで1個のカテゴリーなわけなんですよね。なので、このようにリストでバラバラになっていると分かりにくいので、ここをですね、このままではなく、ガチャッとくっつけてあげるんです。 でこれをですね、リストをガチャッとくっつけたい場合には何を使うかというと、ジョインを使います。ジョインというのは先に書いてしまいますが、えー、ジョイン、こんな感じにしますと。よいしょ。はい。ジョインでこの引数の中ですね、この中身にリストを入れます。 このリストの中の要素をですね、ガチャッとくっつけますよ、ジョインしますよ、結合しますよという意味です。で、何で結合するかというと、このシングルコーテーションの中にはこの文字列で結合します。なので、例えばこうやって丸っとすると、丸インバリットシンタクセーラーとなってますが、ドットがないですね。はい、このような形で、エジプシャン、丸、マウとなります。で、ここをアンダーバーにしてあげると、エジプシャン、マウみたいな形になるので、先ほどアンダーバーで結合されていたので、ここをアンダーバーにしておきましょう。そうすることで、この中のカテゴリーの部分、複数、 で、なぎまますすよっていう形になりますでこれが何に当たるかというとカテゴリーですよね。はい。今のところ順調です。で、これをカテゴリーとしておきます。で、そしたらですね、次、はい。今、イメージ図っていう、これ元のフォルダがあるんですけれども、分類分け、カテゴリー分けした後のフォルダを先に作っておきましょう。で、ここが、えそうですね。 ニュー、ニューイメージと、ニューイメージっとしておきましょう。こういうフォルダを作って、この中にカテゴリーごとのフォルダを新たに作りましょう。ほにゃららカテゴリー、ほにゃららカテゴリーみたいなのをこちらのフォルダの中に作成するようなイメージです。 では行きましょう。どのようにするかというと、作成自体はですね、os.mkdl ということで、メイクディレクトリ y ディレクトリを作成することが簡単にできるんですが、ここは条件分岐を作る必要がありますと。何かというと、この new images の中に、このエジプシャンマウっていうのがあれば作りませんよ。逆にこの中にこのカテゴリーのフォルダがなければ作りますよという、if 文をですね、作ってあげる必要があります。なので、こちらでまずは、if 文として、 どうやってやるかというと、カテゴリーイン、リストディルですかね。o s トリストディールかな。で、えっ、ー、と、new images としてあげます。そうすると、今、作成したばっかなので、この中に何もないですよね。で、このリストっていうのは、リストディルでした、この中身というのは、new images の中身を見てくれているわけです。で、その中に、インです。その中に、カテゴリーがありますかという、まあ、これがですね、1個の、まあ、条件文になるわけです。 これ見てあげると、この中には今空だったので、エジプシャンマウはないですよと言ってるわけです。で、なかったら、もし、このリストの中に、ディレクトリフォルダの中に、このカテゴリーがなかったら、はい、フォルダを作成するわけです。ということで、ここは if 文を使います。で、ここのカテゴリーがなかったらなので、これだとあったらという条件文になってしまうので、ここに not をつけます。not をつけることで否定になるので、この えー、フォルダの中にカテゴリー、このカテゴリーがなかったら、はい、ディレクトリーを作成しますよ、という意味になります。ディレクトリーの作成は、えー、o s、えー、m k d i ですかね、確か。はい、これで makeDirectory で、えー、ディレクトリーを作成することができますと。えー、どんなディレクトリーかというと、まあ、ここの中に、そうですね、いろいろやり方ありますが、os. ドット現在のパスを取得したいときは、確か、get と、これですね。cwd。えっ、ー、と、確か、カレントワーキングディレクトリーとかだったかなと思います。で、こうしてあげることによって、今の私のフォルダーの場所がわかります。この作業フォルダーは、この 01YouTube の中のカテゴリー、画像カテゴリー分けというフォルダーに入っています。なのこの画像カテゴリー分けっていうフォルダーに入っていて、で、新しいこのディレクトリーを作りたいんですけれども、どのような名前で作るかというと、もうシンプルに、 えー、このように Fstrings を使ってあげますが、よいしょ。Fstrings で、こうか。こうですかね。new images のカテゴリーとしてあげればいいですかね。はい。こんな感じじゃ、あ、os. ここも、こうでしたね。え、fstrings はこの波括弧で入れたものを、まあ波括弧の中に変数を入れればそこに代入することができます。このようにしてあげると os.get カレントワーキングディレクトリーで取ってきたものに、この中の new images このフォルダの中に、えっ、ー、とエジプシャンマウっていうディレクトリーを作りますよっていうことになるので、ここに入れてあげましょう。で、そうすることで、まあ一応 else ここは、例えばすでにフォルダーが存在する場合なので、存在しますみたいな形にしておけばいいのかなと思います。さて、動くか見ていきましょう。はい、今、パチャッと動きましたが、特に何も起こっていないかと思いきや、new images の中に、はい、このようにカテゴリーのフォルダーが作成されました。今、この中には何も画像が入っていません。 で、ここで、今、作成されたので、もう一回実行すると、す、え、で、ー、にフォルダが存在しますということで、まあ、新たにフォルダが作成されることはないです。この else の方に入っていくような形ですね。ということで、新しいカテゴリー、例えばですね、他のカテゴリー、ファイルを1つで2とかにすると、バセットハウンドっていうカテゴリーなので、ここを取ってきてあげると、はい、すでにフォルダが存在しますっていうのは出てきませんでした。なぜかというと、フォルダが存在していないので、ここでディレクトリー、フォルダを作成してくれているわけですね。 で、ここで見てあげるとバセットハウンドっていうカテゴリーができているのを確認できました。いかがでしょうかこれで、まずなければカテゴリーのフォルダを作成しますよっていう if 文を作成することができました。で、そしたらですね、これカテゴリー作成するだけじゃなくて、このファイルありますよね。このファイルをこの中に入れなければいけないんですよね。この中に。なので、ファイルの移動をします。ファイルの移動は os.move うーんムーブなかったですね。えー、っと、何でしょう。えー、ファイルの移動は、あ、そうだ。OS ではなくて、インポート、シャッティルっていうのがあるんですよ。 で、こちらを入れます。でこシャティルって何なんだろうなって思ってたんですけれども、前ですね、調べた時にこれ分かったんですけども、シェルユーティリティの略なんですよね。シェルってあるじゃないですか、シェルスクリプトってよく言われるような、あの、まあ、難しい、それこそ、なんていうんですかね、えー、こういったものなんですけれども、まあ、シェルスクリプトと呼ばれるようなものを、まあ、便利に使うような機能ですよ、みたいなぐらいに思っていただければ大丈夫です。で、まあ、シャティルっていうのがあるので、このシャティルを使います。 でシャッティルの中に確かムーブありましたね。ムーブがあって、えー、どのファイルをどのフォルダに移しますかみたいな形で、えー、移動前の場所、移動後の場所みたいなのを引数に指定してあげますと。移動前のファイルというのは、えー、もうつまるところこれですよね。このファイルにあたります。で、ファイルというのは、今こんな感じで記述されていますが、よいしょ。実際には、イメージズの中の このファイルですよね。直接、この Jupyter ノートブックの入っている場所にあるわけではなくて、この Images ーーの中のファイルですよね。で、この Images ーーの中にあるファイル、これをどこに移すかというと、今度は NewImages ーーの中にある、このカテゴリーの中に移しますよっていう形になりますよね。なので、イメージとしては、イメージって重なってわかりにくいですね。えーニュー ニューイメージーズっていうフォルダの中の、えー、っとそこにカテゴリーが作成されてますと。カテゴリーフォルダがこの部分で作成されているので、そのカテゴリーフォルダの中に、えー、このファイルを移しますよということで、まあ、今回で言うとニューイメージーズの中のバセットハウンドのバセットハウンド 112.jpeg っていう形になりますよっていうのをこの2つ目の引き数に書いてあげれば確か良かった気がします。私の記憶が正しければ。なので一旦 ニューイメージーズのバセットハウンドの、えー、こちらを一回削除します。そうするとフォルダなくなりましたが、もう一回ここのファイル、バセットハウンド112っていうのが、はい。ここで、今ポンと出てきましたが、ここですね。はい。バセットハウンドっていうのが数秒前にできて、中身見てあげると、はい。画像が写ってますよね。なぜ写ってるかというと、これシャテルムーブでファイルを映したからとなります。いかがでしょうか。はい。 で、あとは、もうですね、この部分で一連の流れ、まあ一連の流れができてるはずなので、えー、一連の流れをまとめてあげれば、もう完成かなと思っています。なので、大枠ですね。ファイル図で、よいしょ。まあ、このこれぐらいでいいですかね。ファイル図で取って、で、ファイル。 で、一連の流れをですね、まとめます。私の講座をご覧になっていただいている方はですね、この流れ、もう、あの、お決まりの流れだよねっていうのが分かるかと思います。で、こうしてあげればいいかなと思います。で、これでですね、もう一度実行してあげるといいと思います。まとめたらしっかり動くか実行するっていうのが非常に重要です。ファイルも、まあ、0番目とかにしておきましょうか。これで実行してみましょう。はい、そうするとすでにフォルダが存在しています。で、エジプシャンマウの167が え、映りましたと。はい。ちゃんと映ったので、これで問題ないかなというふうに思います。念のため、ファイルズの3番、4番目とかにしておきましょう。で、これも、バーマンっていうのが新しくフォルダができて、 この中に映っているのを確認することができました。で、これは一個一個してたらめんどくさいので、すべてのファイルに対して適用するんですよね。これはこのカテゴリーですよ。これはこのカテゴリーですよ。っていう風にカテゴリー分けをしたいので、その場合は、ここの一個一個取っている部分を4文に書いてあげればいいだけです。ここを for ファイル in files としてあげて、 ここを全選択してタブでこの4文の中に入れてあげれば完成です。で、これすでにフォルダが存在しますっていうのが、うん、まあなんかバーっと出てきてしまうので、まあここはですね、まあ一旦この前にしておとまあいいか。えー、ここも一応ですね、表示しておきましょうか。えー、まあ消していいんですけれども。で、ここで実行。まあここいらないかな。消して、if の場合だけにしておけばいい気がします。じゃあ実行しましょう。いきます。ほい。 おお終わりました。早いですね。7000枚ぐらいあったはずなんですけれども、もう終わったかもしれないです。ここは、はい、リロードすると、見てください、皆さん、はい。数秒前に一気にフォルダができてます。しかもフォルダだけじゃなくて、しっかりと画像が入っていることを確認できました。はい。いかがでしょうか。どうですか、皆さん。 このように、まあ、ちょっとですねパ,パパパパとあのとりあえずですね早く終わらせることを目標にですね、えー、バラバラベラベラ喋りながらやってみたんですけどもいかがでしたでしょうか え、個人的にはですね、こういうやり方というか、こういうのも面白いのではないかなと思うんですけれども、まあ今日メインでですね、撮影したかった内容の今回は前置き動画ではありましたが、何て言うんでしょう、こういったプロセスを皆さんにお見せするのが、個人的にですね、教育動画として非常にいいんじゃないかなというふうに思っています。また、今回のように、がっつりエンジニアリングをしたり、高度な技術を習得できなくてもいいから、身の回りの業務にプログラミングを活用していきたいとか、自身の業務や、まあ会社の業務にプログラミングを取り入れて、業務の効率 か自動化をしてていいいきたいと思っている方向けにですね今後どん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 コンテンツ広げていきたいなと思っていますそれも YouTube 以外にもですね様々なコンテンツを出していこうと今企画中だったりしますだから今後もですね今にの実は私 LINE の公式アカウントをですね作りましたのでそちらからですねぜひ登録していただけたらそちら限定で LINE 公式アカウント登録者限定の動画であったりとかコンテンツも随時配信していこうかなと思っているのでぜひですね概要欄から登録していただけますと嬉しいです まあ、現在、もろもろ準備中ではありますが、皆さんのスキルアップに欠かせないですね、コンテンツっていうのを更新していこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、本日の動画は以上です。お疲れ様でした。